そしたらそこで、ラルクのボーカルがいたのよ。で、何回も私んとこに挨拶来てくれてるって言うんだけど、はい、うん。で、私、タイミング合わなかったから、私はちょっと空気、この現場の空気を吸いたいっつって、みんなが歌ってるとこの、この音を。そしたら、私が終わって、彼らはもう終わってたから、挨拶来てくれて、おおとかっていうの、久しぶりだな、はい。何度も挨拶来てくれてありがとう。もう顔若かったから、お、飲んでな、お前。あ、すいません。いや、飲むとこだからいいんだよ。言っていいですかって。ないねん。僕、生まれて初めて芸能人見たのがアコさんなんで。なんでって言った。どこでとかって。母に連れられて、和歌山で。お前ね、徳永秀明もね、初めて見たのが私で、うん、で、あの鐘を鳴らすのはあなたで、このドンチョって幕が下がっていくのを見て感動したらしい。はいはい、うんうん、みんなそんなんやな。ジャンルは違いとすごいっすね。まあ、おかんと似たような年やから、お前、親大事にせよ、は、とか言って。ハイドさんも初めて見た歌手がアッコさん、芸能人が。うん、へぇー。だから、いかにビッグママか。すごいっすね、はい。で、それが同じステージでですよ。そう、そう。